皆さんこんにちは、藤田です。小林です。今回の動画は100均で防災グッズを揃えられるか検証してみた。イエーイ。いざ防災グッズを揃えようと思っても面倒だったりだとか、あと結構お金かかっちゃったりとか、そんなことを考えてるとなかなか後回しになっちゃうかなと思うんですけど、小林さんいかがですかね。そうですね、私全くその通りで、結構ネットで調べたりはするんですけど、高くて手が出せなかったり、何があったらいいのかなっていうのもわからなかったり。そうですよね。今回の動画では、ぜひそういった方のために、はい、100均で、備蓄品揃えたいなと思います。100均であれば、皆さんもこうよく利用されると思いますので、ハードルも下がるかなと、はい、そんなことも考えています。具体的に何を揃えればいいかって分かります？全然分からないんですよね。そうですよね。そういった方も多いと思うんです。で、茅ヶ崎市ではホームページに備蓄品として何を揃えないといけないのかっていうことが記載されていますので、今回の動画ではその何を揃えるかっていうのをベースに、ホームページをベースにですね、こちらの方で、100均を探しに行きたいなというふうに思います。それではレッツゴー。はい、それでは買ってきました。はい、それでは、買ってきた商品を紹介していきたいと思います。はい、まあ、じゃあちょっとね、いっぱいあるんで、私がちょっとピックアップしたものを、紹介していきたいなというふうに思います。はい、お願いします。こちらレトルトカレー。はい、レトルトカレーは結構100均で買えるようになってるなって思うんですけど。はいはい、何か違うんですか？そうですね、今小林さんが言ったようにレトルトカレー100均でもあるんですけど、こちらのレトルトカレーは、まあ、ここにも常備用って書かれているように5年持つんですよね。通常のレトルトカレーってスーパーとかで売ったりするの、はい、多分 1,2 年ぐらいだと思うんですけど、そうですね、はい、こちらはやっぱりその保存食ということで5年持つっていうところが、これが100均で買えるっていうところが大きいんじゃないかなというふうに思いますね。保存食って結構高いイメージあるので5年ってすごいですよね。うん、そうなんですよね。続いてはね、トイレ。トイレ、ちょっとイメージしづらいんですけど、はいはい、これがそのままトイレになるっていうことですか？うん、なるほど。まあ、裏面にも使い方は書いてあるんですけど、実はこういった緊急用の、まあ、簡易トイレみたいなやつっていうのは、はい、大体が、ゴミ袋と凝固剤がセットになってるやつが多いんです。で、どうやって使うかっていうと、はい、これをそのまま使うっていうよりは、はい、お家の便器とかそういったところにセットして使うようなイメージになるんですね。はい、まあ、ここ、他の動画でも、紹介をしてるんで、ぜひちょっとそちらもご覧いただければなと思うんですが、はい、トイレね、食べるのを我慢する元になっちゃったりするんで、うん、そうですね、はい、トイレの備えっていうのはぜひしていただきたいなと思います。はい、小林さんさ、これブランケットって、はい、普段の時にも結構使えるなと思ってるんだけど。そうですね、私野球の観戦に行くので、はいはい、寒いなって思う時とかもなるほどね。いいかな。野球の観戦ってさ、はい、ドームだったらいいけど、外だと雨降ったりとかもあるんで、ね、そうです、そうです。でこれ防水もあるからさ、あ、じゃあもう、ね、ウィンドブレーカーもさ、そう、ウィンドブレーカー意外と防水仕様じゃないやつあるじゃん。ありますね、染み込んできちゃう。そうだよね、そう考えると防水と防風ができれば、正直これって結構かなり万能ですね。うん、でしかも濡れてさ、ウィンドブレーカー家帰ってきてまたね乾かしたりとかってするよりも、うん、これ捨てちゃえばいいんだもんね。そうですね、うん、
そういう意味ではすごい便利だね。すごい便利です、うん、なんか急に身近に感じましたそうだね、あの災害だけではない、うん、あの普段使いでも持っていける、まあ、そういう使い方はいいかもしれないね。はい、うん、あとは、そうだよね、あ、じゃあ女性の方も、健康を保つ上ですごい重要で、これがなくなったらどうなっちゃうんだろうって、デリケートなお尻の方は、これを動画を見ている親御さんなんかも、はい、あ、自分の子供にもいいかもしれないって思って、そうですね、